じゃあこんにちは、さゆたかさん、今日は巨人です、はい、話題が、はい、まあ、昨シーズンオフかなり補強しました、はい、まあ、補強したのもそうだけども、はい、一新したよね、監督はじめガラッと変わりましたね。まあ、ゼロからのスタートっていうようなね、はい、まあ、そういうことになったよね。そうですよね、新鮮ではあるよね。そうですね、そういう意味では、いやだからチームを本当に変えるとか、はい、まあ、新たにスタートするときにもうゼロからのスタートというか、はい、一旦ぶち壊すというね、はい、まあ、そういう作業っていうのはすごく大切だと思うんだよね。そうです、ね、だからそういう意味ではすごくジャイアンツっていうのは、うん、まあ、原監督がいなくなったっていうのはね、同級生として、うん、すごく寂しい思いだけども、はい、でも後輩がやってくれるから、そうですね、そうまあ楽しみじゃ楽しみだよね。そうですよね、はい、やっぱりまあ巨人もそうですけれども、どこの球団も打倒阪神で戦うわけで、もちろんそうだな。で、打倒阪神といえば巨人は最初ドラフトで西舘投手競合するんじゃないかと阪神と言われていた中で、阪神は下村投手行き、はい、見事阿部新監督は西舘投手を引き当てたというところで、はいはい、まずその西舘投手、はい、阿部新監督はどういうふうにキャンプから使い、今シーズンどういうふうにシーズン通して使っていくのか。まあ、順調にいけば、はい、まあ、怪我とかね、そういうのを置いといて、うん、まあ、順調にいけば、まあ、ローテーションに入れてくると思うよ、うん、これ、まあ、それだけの力あるし、あ、はい、うん、ただ、まあ、まだねプロで一球もまだ見てないから、はい、なかなかわからないけども、うん、でもまあアマチュアの戦歴とかいろいろ見ると、うん、これはやっぱこうローテーションに入れて、投げながら成長させたいっていう思いは、はい、阿部監督だったらあるかなっていうような感じはするけどね。キャンプ もう最初その一軍帯同みたいな形でもちろん言われていて、もちろんで、ただその阿部新監督がその若手の先発ピッチャーの起用法でどんなにその下で先発としてその成績を残してても、うん、一軍に上げたら即先発ではなく、うん、中とか、まあ、敗戦というか、うん、まあ、そうだね、はい、その、うん、ところでまずは慣れさせてからっていうふうに話していたんですが、はいはい、うん、西舘投手もそうなるんですか。まあ二軍にいたらね、あ、二軍に行くようなことがあればそうなると思うけども、はい、多分キャンプオープン戦で開幕を迎える前にある程度チームっていうのは形作るよね、はい、まあ、その中に俺はローテーションとして入れてると思う、一軍で。おこれが、いや西舘まだちょっと二軍スタートだっていう風になってきて、二軍で先発してたと、はい、でいいですよと言った時に、一軍に上げた時にはちょっと中で投げてみろと、はい、様子を見るからみたいな、そういう形でスタートするけども、最初から西舘を中継ぎでちょっと様子を見ながらっていうことはないと思う。最初から形作られたものっていうのはおそらく多分阿部監督っていうのは崩さないとは思うけどもね。その実際西舘投手は、うん、もう即一軍ローテに行けるような力はいやあると思うよ。まあ球威にしたって球種にしたって、うん、アマチュア その経験値とかいろんなことを考えてもね、多分臆することなく投げてくれるというふうには思ってるはずなんだよ。ただどうなんですか、年間通してずっとフルシーズンで先発を守るっていうのは、まあ、体力的にはちょっとしんどいかもわからないけども、うん、一回ガス抜きするかもわかんないね。いやそれでまた戻してみたいな、はい、そういううまい使い方はしてくれるとは思うけどもね、うん、いやそれはもうフルに働いてくれるようなスタミナがあってくれたらもうスーパールーキーだよね。だし嬉しいですよね。いやそれは嬉しいよ。でもそのぐらいの体力が俺あるような気がするけどな。昔の中央は多分なかったと思うけど、今の中央はある。いや昔は練習緩かったから。そうなんですね。だけど今は、まあ、清水監督っていうのがね、まあ、しっかりやらせてると思うし、はい、だからそのぐらいのスタミナはあるんじゃないかなっていうのは気はするけども、でも無理すると故障につながったりとかするからね、うん、だからそこら辺は一回ガス抜きをさせる時期っていうのはあるかもわからないけども、まあ、1シーズン先発で使うような構想ではいると思うよ、うん、今のところはね、はい、うん、ただやっぱキャンプ始まってオープン戦始まって見ていく必要はあるけどもね、うんうん、まあ、でも打倒阪神という意味では、はい、その頼もしい戦力の一人が、まあ、加わったというのは間違いない。それは間違いない、ね、それは間違いないですよね、うん、でプラスアルファ、まあ、中継ぎが非常にその、うん、まあ、後ろもそうですけど急母と言われている中で、はい、どうですか、打倒阪神となってくるのに競り合えるような中継ぎ後ろっていうのは今シーズン、まあ、阪神ほどは多分まだないよな。
今はね、先発ピッチャーっていうのはある程度ゲームが作れる選手っていうのがピッチャーが多いんだよ、うん、はい、ここで崩れたらもう終わりなんだよね今のゲームって、うん、だから勝負っていうのは本当7、8、9にかかってるという、だここをいかに守れるかっていうところなんだけどもさ、まあ、阪神から馬場が行ったよね、来ました。だからそこら辺は使えるかなと思ってても、うん、他のピッチャーは投げてみなきゃわからないという、大勢がどうなのかっていうこともあるし、あ、ね、ケラーも取ったしな、そうですいやだからもう根こそぎ、ね、根こそぎも球だけは揃えたみたいなさ、そうなんです、一つ一つの能力あってもまとまりという意味でどうなってくるか、まあまあそうだね、だからまあここら辺がうまくいくと、まあ、ある程度勝負にはなってくるとは思うけどもね、うん、だからまあそこら辺をどう考えるかだよ。今まで他球団で、まあ、そこそこ投げていた投手たちを取ったけれども、そうなってくると若手の成長っていうのはどうなの、まあ、若手の成長ってあんまり考えてないよね。いやだから上がってこいって、はい上がってこいっていうようなことは思ってると思うけども、うん、勝たなきゃいけない球団だから、うん、やっぱ勝ちに特化した考え方をするとさ、やっぱある程度実績を持った、うん、ある程度投げれる投手をっていうことは優先的に考えるよ。じゃあ去年までのその若手の使われ方とはまたちょっと違く風に、うん、やっぱ違うよね、厳しいですね。いや厳しいよ、やっぱ勝たなきゃいけない、うん、ここ何年優勝してないよっていうのかとか考えるとさ、やっぱもうそろそろ優勝しないとファン離れが続いていくからね、うん、これ止められなくなってくるから、うん、やっぱ勝たなきゃいけないし、うん、巨人大砲玉入りってい う, もう時代は終わってるからさ、うん、もう完全に終わってるから、うん、それはもう巨人もうかうかしてたら、うん、あの見向もされないような球団になる可能性があるからね。あの豊さんが元日に私のラジオ番組に出演してくださって、その時にあの巨人ファンの方と電話つないじゃないですか、はいはいはい、で今年は巨人どう思うって言ったら、あの A クラス入ってくれたらいいですねみたいな、そう謙虚なんだよ、そうなっちゃってそう優勝じゃないんですよね。そう、ね、いやだからそういうふうに時代も変わってきたりとか、うん、巨人の立ち位置っていうのもやっぱ変わってきてるから、だからここら辺でやっぱり一発優勝しておかないと、うん、ファンは離れていくよね。ですよね、うん、でここまでちょっと投手陣でしたけれども、次野手陣、はい、まあ、内野手はね、もう本当に鉄壁というかさ、これ以上のものはないぐらいのものが揃ったっていうような感じはするよね、はい、ということは懸念材料としてはどこになってくるんですか。懸念材料としたら打線を組んだ時のやっぱ左打者の多さだよね、はい、だから偏りが出てきてるという、左打者、はい、まあ、例えばその外野を守るであろう丸にしても梶谷にしても、まあ秋広が外野に行ったら3人左、まあファーストは岡本でしょ、坂本が右、サードがね、あと二遊間も左左で、大城まで左ということは2枚しか右がいないっていうことだよ。まあ、去年までいた中田選手もいないですから、だからこうなってくるとやっぱ右の若手っていうことを考えるとね、まあ、萩尾とか、はい、まあ、浅野とか、はい、まあ、こういう人たちがやっぱ出てこないとしょうがないんだよね。そうですね。逆に言えば若手の巨人にいる右の打者、はい、チャンスが終わりだよ。終わり、まあ、外野手でってことになってきますけれども、うん、だからここら辺をやっぱ若手は狙いを定めて、うん、右バッターは本当奮起しなきゃならない。ですよね、安倍監督はそのあたり、その左が多い右の外野でできたらいいなっていうのは考えたりとか構想。いやそりゃそうだよ、打順組んだ時にさ、うん、まあ安倍監督っていうのはもう能力が高いバッターだっただけにさ、右も左も一緒だよみたいな、うん、そんなバッターだったから、はい、まあ、そんなに考えないとは考えないけども、左対左っていうのはさ、結構各球団左ピッチャー多いからね、で中継ぎにも多い、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ差し替えが効く選手をさ右で持っとかないと結構苦しい戦いになってくると思うよ。ですよね。相対的には打つかもわからないけどもさ、肝心なところで使う駒がないんだったら、これはやっぱり阪神と勝負にならなくなる。例えば今までであれば、じゃあ阪神と競って中盤に代打で右の中田選手を出そうとかあったとしても、今右で代打っていうと中地もいなくなっちゃったしね。ああそうだ、中島いないんだ。そう右の代打でこいつ使い嫌だなって言ったところで備えとかないと駒不足って言われる可能性はあるな、まあ、外国人もバブリンソンもウォーカーももういないので、もういない、うん、そうなってくるとやっぱり萩尾選手とか浅野選手、だからチャンスがあるっていうことだよ。だからそこら辺で奮起ができるかどうかっていうね、はい、まあここら辺にかかってるとは思うけども、うん、やっぱちょっと偏りがあるだけに
ちょっと戦いにくさっていうのは出てくる可能性もあるよね。そうですよね、うん、誰が右いるで外野で岡田っていうのもいいバッターがいるんだけども、うん、これも左でしょ。チームとしたらちょっと偏りすぎたかなっていうのがあるよね、うん、そうですね、うん、まあ左対左でも打ちゃいいんだけどもさ、うん、ただやっぱ変則打つのって結構難しいしさ、うん、やっぱキャリアのない秋広だとか、うん、門脇だとか、うん、そうなってくるとやっぱ代打を送りたい時でもいないとかね、うん、そうなってくると苦しくなってくるよね。そうですね、うん、ピッチャーはね結構補強してそれなりに形できそうってなったら今度右の野手っていうところであと代打っていうところ、まあ、そうだな。それと門脇をショートっていうふうに考えてるかもわからないけども1シーズン本当に体力的に持つかどうかっていうのもわからないし状態が落ちた時にやっぱ代わりを入れた休ませたいって言った時にその代わりが誰になるのかっていうのもまだ決まってないでしょ、まあ、北村選手がねいなくなっちゃったのでまあそうだな、まあ、中山ライト選手はちょっと難しいと思うよ。また左だし、まあ、そうか、うん、ベストメンバーを組んだ時にはああこれはいいなと思うけども、うん、怪我人が出たりだとか休ませたいとかそうなった時に選手が誰がいるんだっていうことになってくると、うん、結構阪神よりはやっぱこう厳しいよなっていうのを思うよね。確かにそうですね、うん、だそのあたりは阿部監督はどういうふうにして今シーズンだからまあキャンプの時にね、うんどういうふうなことを考えながら、うんまあ、右に着手するのか、はい、っていうことだと思うよ。そうですね、うん、だから怪我人が出ると怖いよな。ちょっと怖いですね。怖い怖い海外いないのでそう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 、まあ、厳しい戦いにはなると思うけども、うんまあ、誰か出てきてくれたらね、はい、これはまあ幸いだけどもね。そうですね、あの逆を返せば本当にチャンスがあるっていうことです、ね、若手にチャンスが生まれてるから、うんまあ、このチャンスを生かしきれる若手は誰だっていうことだよね。でその選手がやっぱキャンプから勢いよく、まあ、萩尾選手なのか浅尾選手あの選手なのか出てきてくれればまた面白くなるでしょうし、まあ、面白くなるしね、うん、お声とかもいるしな。お声選手ももちろんいますしね、うん、そうだな。ただ内野で右が欲しいよな。また増田陸選手あ、まあ、バッティングはなですね、まあ、湯浅っていうのもいるし湯浅そうですね。トレードするかここに来て野手を右の野手をそうですね中地と中田選手を放出した分そうだな、うん、代打要員で誰かってその課題があった方がいいよ、うんうん、それとあの課題に対して若手が向き合ってくれると、はい、それはやっぱり力になると思うしね、うん、ダメダメじゃなくて偏りすぎだっていうんじゃなくて、はい、だからチャンスが生まれてるわけだから、うんうん、チームにとっていい方にそれが作用してくれるとな、はい、それはよりいいよね。そうですね、はい、そこをちょっとキャンプから期待したいですね、まあ、そう、まあ注目度はそこだよね。はい、はい